ってる撮ってる。なんじゃお願いします。よろしく、いくぜ。お願いします。あ、よろしく。あ、どっか行く。大君着いたね、大阪。毎度着いたね、大阪。まあ、いきなりだけど、うん、正則さんのいいところはどこですか？うんうん、顔。まあ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 、それはね、誰が見ても思いますよね。あれモテるわね。まあ、でも大君も負けてないっすよ。あ、わかる。はい。いいところはどこですか？あ、ボクシング、あのね、カミソリアッパー。まあ、そうなんだ。カミソリアッパーわかる。はいはいはい、わかります。切れるようなアッパーですからね。そのタイミングがやっぱり独特で、やっぱりすごいね、なかなかない世界を狙えるアッパーかなと僕は思いますね。ほー、あのアッパーもらって立てれる選手なんでしょう。間違いないですよ。でも、うん、今日はじゃあそのアッパーで倒すっていう予想ですか？アッパーに限らずだけど、やっぱり全体的にスペックが高いですし、うん、なんかこの芸術的なカウンターを打つから、なんかでも決め手は僕はカウンターかなと思うね。あー、なるほど。僕的には左ストレートがパーンと入るんじゃないかなと思うんですけど、うん、どっちが入るんでしょうね。どっちが入るか見ものだね、うん、楽しみ。今日は気合い入れて応援いきましょう。いおっさっさっさい。はい、エディオンアリーナ着いたよ。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 イエーイ。よっしゃー。よっ。よっしゃ。毎度大阪。殴り者よ、リスクを取れ。やっぱり俺に来た。もう絶対来ると思ってたもん。リスクを取れ。最初深呼吸だったから、まずは外して、はい、それでは出します。じゃあ、今日はゲストにティム選手が、はい、ティム選手がお越しでございます。はい、ティム君が、よろしくお願いします。ティムですね。はい、ティム。ケイさん、はい、今日もひどいっすね。前回からひどいっすよね。ティム君はちょっと可愛いかな。いいと思います。大丈夫か。大丈夫です。先日あれですね、あの力恵選手の試合、大阪までケイさんとティム君で ね、応援行かれたということで、はい、まあ、いろいろ現場で、見た、ケイデの目でケイドの目。そうですね。そうですね。はい、いろいろ。そうですね。さて、番組上ではね、ケイさんと、ティム君の方から送っていただいたね、いろいろその当日の風景とかっていうのをね、流させてもらって、ね、で、今回、この 3B スタジオの方でね、収録をさせてもらってるわけなんですが、さあ、この力恵選手の、試合、これ世界全勝戦って名打ったやつですか？はい。すごい試合でしたね。すごいですよ。はい。ニュエス言いにくいな、言い方だぞ。また言いよう。ケイさん、ケイさん、ケイさん、はい。日の丸が泣いてます。あ、間違いないです。間違いないです。ああ、すごいじゃん、それ。ケイさん、どうしたんですか、そのシャツ。これはね、あの8192分の1の確率で、あの当たりました、これ。何作ってるの？見せますね、後ろもこんな感じだったんです。あ、すごい。これあの、試合の時にスタッフでみんなが来てたやつです、これ。マジですか？あの、三原僕はこれ欲しくて当たりました、これ。うわ、すごい。はい、いや、それ、本物ですよね。これは本物ですね。計算が自作したんですよ。これ、そうそう。日の丸買ってきて、やべえやつですか。俗じゃないですか、日の丸つけですね。なるほど、なるほど。そうで、あの、実際に試合をご覧になって俗って死後でした。はい。さて、ケイさん、どうですか、率直なご感想。いや、もうあの、もう世界に行こう、もうっていう感じですね。うん、もう世界行ってほしいですね。
最後3ラウンドノックアウトでしたっけ。はい、よかったですね。試合内容はちょっと正直めちゃくちゃハラハラする試合だったんですけど、なんか出だしあれですよね、あの相手も結構いい感じに来たような気もしたんですが、もうすごい絶好調でしたね。うーん、ボディかなんかがタイミングだったんですか。そうですね、タイミングに入ったボディでまあこう効いて、うん、すごいですね。そっからですね、やっぱリキー選手パンチありますね。パンチありますね、リキー選手は。みんなそのカウンターのアッパーばかりに目が行くと思うんですけど、他の面でも全てにおいてレベルが高いですからね。スペック高いですよ。やっぱ体格のアドバンテージありますよね。スーパーフェザーでいくとリキー選手180近いですもんね。確かね、身長でいくとね大きいですね。でリーチも長いし、でサウスポーじゃないですか。やっぱり相手にしてみたらこれこそやりにくい選手。そうです ね、スペックが全部揃ってる感じですけど、顔もいいし、ね、顔も小さいですもんね。小さいしかっこいいし、いやこれ人気出ますね。出ますね。さあ、久しぶりにお越しいただいたティム選手お待たせしております。はい、今日はティム選手でお願いします。はい、ティーで。さて、実際に杖みたいじゃないですか。何でもないです。実際に会場ご覧になってどうでした。何をご覧になった。あの力選手。いや、誰から言ってそうでしょ。今はちょっとひどいな。師匠もこれぞ。ひどいのはケースさんだけでやるんだよ。マジで何を、ね、聞こえなかったね。あ、ごめんなさい。力選手の試合、あの会場でね、今回ご覧になってどうでした。なんか、まあ、倒すだろうなって思ってたんですけど、ああいう倒し方するとは思わなかったですし、なんかずっとひたすらペース握り続けたまんま倒しちゃうのかなと思ったんで、はいはい、なるほど。結構前半、こっち、あの、雅紀さん陣営見てて、陣営とか、まあ、応援で見てて、はい、おお、相手強えなって思っちゃいました。あ、やるなみたいな。想像以上に、うわ、やるなみたいな。プレッシャーも相当きつかったね。そうですね。世界ランカーの実力はあったんですね。あ、世界何位ですか。元世界3位って言っちゃいます。元ですからね。あ、元ですか。でもやっぱり、ガーボンド・デイビスとかね、試合してるような感じなんで、キャリアはもう一級品だと思いますよ。相手次第ではもう世界チャンピオンになっててもおかしくないくらいのレベルじゃないです。それを、まあ出だしはちょっと苦戦したとはいえ、まあ綺麗に倒したという形では、絶好な感じじゃないですか。そうですね、倒したらすごいですよね。ケンさん、なんかでご覧になりました後で。いや、この試合は見てない。見てないです。見てないのに見たように喋る、さすがケイさんが好き。いや、動画で送ってたやつ。ああ、動画でずるい人。僕はアベマでタイムで見てました。あ、本当ですか。あなたはずるい人だ。ケイさん、リキー選手ね、いろいろご存知かと思いますが、はい、もう世界レベルの選手ですかね。そうですね、僕がやっぱスパーリングを何度か見させていただいたんですけど、はい、やっぱパンチがすごいですね、ダイナミックで。やっぱキレですか、リキー選手のパンチ。キレというか、キレ、どうなんですか、キレっていうか、なんていうのかな、なんかもうパワーがすごいなと思いますね。けど、リキー選手はどのパンチが一番やっぱ強力ですかね。強力、僕は強力なのは全体的にパンチ強いんですけど、はい、僕が思うに、彼の左は切れるパンチ、はい、で、前 の、 その手のパンチは重いパンチだなと思います、はい、僕のイメージですけどね、左でやっぱキレのいいパンチを打つ感じですかね。なんかすごいアッパーのイメージあるんですけど、やっぱりリキー選手アッパーですか。アッパーやっぱりすごいですね。だけどやっぱり上下の打ち明けもいいですし、はいはい、何より目がすごいいいなと思います、ね、目が良くなきゃあんな風なカウンター打てないですし。そうですね、やっぱすごいなと思いますね。まともにやっぱりパンチもらってないですもんね。そうです、補償されてるもんね。僕カウンターのアッパーとか僕名前つけましたもんね。カミソリアッパー、あれカミソリアッパー、そう、カミソリアッパーです。古いな。先生、本当は畠山選手が言ってました。あ、畠山さんが言ってました。カミソリアッパー言ってました。なんかの番組で言ってましたもんね。そうそう、じゃあ 3B もそれに便乗してカミソリアッパーというか。はい、さて、ティム選手、お話聞いたんですけど、はい、試合前にリキー選手とちょっとね、マスみたいな形でやられて、はい、その時どうでした、うん、すごい調子良さげでした。調子は、いいと思ってたんですけど、ええ、なんだろうな、あんまり
その試合前控室行ったりとかしないんで、うん、はい、あんまりあの確かに神経使わせるとか、集中してるからね、集中してるところに、うん、僕みたいなの行ったら結構いやでも、それでも嬉しいし、その待ってマスやってくれるのすごい嬉しい、やっぱり嬉しいですよ、うん、まあそのマスやった理由が多分僕の体格が、はい、あの身長とかが似とるんで、感覚的に掴むためにマスでジムでも結構やってたんで。なるほど、はい、なるほど。今回の練習はどうだったんですか、その、うん、まあのマサル君の練習は。まあいつも通り考えてやってましたね。あ、まあ、頭もいい選手ですからね。で、そうですね、なんか考えてますよね。控室行った時もその調子いいか悪いかっていうのはちょっと僕普段控室あんま行かないんで分かんなかったんですけど、うん、まあ思ったより緊張してないなって思いました。あ、なるほど、ね、リラックスしてるのかなっていうのは思いました。わかりました。まあでも間違いなく今あれですよね、日本のスーパーフェザー級でいくともうトップに君臨してると言っても敵なしっすね、過言じゃないかなと思います、ね、敵いません。で世界ね、次あのリング上でも言ってました、次世界やらせてくれという形でまあぜひ決まってほしいっすわ、じゃあスーパーフェザー級で行かれるんですか。スーパーフェザーで行くみたいですね、お話聞くとね。で、あのリキー選手の本人の口から出たのが、名チャンピオンのナバレッティ選手、ね、言ってましたね。あの3階級の3階級のですね。これ決まったら面白いんじゃないですか。どうですか、ケイジさん。すごいですね。いや、これすごい、これすごいことですよ、これ。うん、まあ、下から上がってきた選手ですけどね、これすごいチャンピオンですよ。ナバレッティ強いですよね。はい、長ある、うん、さあ、の結構ボクシング通と聞いてるティム選手、はい、ナバレッティ選手試合とか何回かご覧になったことございます。動画では見たことあります、はい。どういう選手ですかね、ナバレッティ選手。そのスーパーバンタム時代かなの試合を見たことあるぐらいなんですけど、あのやっぱ正則さんと比べたら、うん、でかさ、体の大きさ、多分サイズ感は違うのかなって思うんですけど、小さい、はい、と思うんですけど、なんか海外の選手、あと公式身長とか見るとごまかすよね、めっちゃ嘘書くじゃないですか。嘘ばっかりよ、あれ全然違うやつ作るもん。ですよね。で、大君も薄い。あ、大君って言っちゃった。D 君ですよ。D 君ですよ。D 君ですよ。ケイデさんもめちゃくちゃ薄いって言ってた。ケイデさん。いや、だから本当にちょっと実際会ってみなきゃ身長とかこの大きさって分かんないじゃないですか。はいはいはい。どうか分かんないですけど、大きさ的には全然有利だと思うんですけど、かなり強いと思います。確かにあのナバレッティ選手はあのスーパーマンダムの時はあの一回りでかっ、そう思うとその急に戻ります。はい、ケイデさんと。だそう思うとその M ノリとのだいぶ差出ますよね。身長差めっちゃいい。さっきはね、マサノリ君と M ノリ君どういう、はい、いやどうなのかな、だいぶだって M ノリだいぶ大きいじゃないですか。スーパーフェザーではめちゃめちゃ大きいですね。だいぶ体格差出るんじゃないですか。だからその、なんていうんですか、対比した時のスペックの差はあるんですけど、やっぱあの、ナバレッティってすごい圧が強い選手なんで、そうですよね、うん、その圧に対してどういう戦い方をするのかなっていうところじゃないですかね。M ゾコシ君はそれどう思うんだろう。M ゾコシ、そっち、そっち、はい、そっちですか。M で来たね、ティム君やなって、はい、M ゾコシってなってM ゾコシ、なんか、普通に流して普通に流しましたね。小さい、どうだろう。先輩先輩。小さい体格で小さい、小さい。そこもそこもそこもイニシャルが必要です。小さいが。ごめんなさい。小さい体格でプレッシャーかけてくる相手にあのエムノリ先輩がいいっすよ、マサノリ殴られるよ。さっきずっとマサノリさんって言ってた。急にエムノリさんって言ってた。アッパこれアッパ。でもマサノリさん、あの怖そうだと思うんですけど、めっちゃ優しいっすよ。全然関係ない話なんですけど、ちっちゃい相手がプレッシャーかけてきて、その正則さんの距離でずっとこう下がり、多分下がりながらのボクシングになると思うんですよ、試合決まってやるようになったら、はいはい、けど
どうだろう、なんか普通に小さい体格がプレッシャーかけてきてドーンとかでなんか決まる気がするんですけどね。あ、パッと見た感じの内側の右、あ、左かとかで、うん、なんか本来のタイミングとかでちゃんと打ったら普通に勝っちゃうと思うんですけどね、うん、正則さんが。だから決まっても勝つにかけれます自分は。まあでもやっぱりその体のアドバンテージはね、正成選手すごいあると思うんで、大きいですよね、うん、めちゃめちゃあると思うんで、減量相当きついんじゃないですか。そうですよね、多分スーパーライトぐらいもできるような体格ですよ ね、うん、大きいですからね。大きいですもんね。だからその流れって選手ってすごいあの世界的にも有名な選手なんで、ああ、じゃあ記憶に残りますね。そうです、3階級制覇なんで、その選手に勝ったっつったら正成選手自身もねすごい名声も上がるし、そうですね、うん、当然モチベーションも上がるし、チャンスですよ。なんか決めてほしいですね、最高ファイトで本当に。いや本当に決まってほしいっす、まあ、日本でもね、あのアメリカでも決まればどこでも行くってなんかおっしゃってましたもんね。そうですね、なんか僕の中の正則のイメージが、ええ、正則はその来る相手に対してカウンターを合わせるイメージがあったんですけど、ええ、ここ最近違うなと思うんですよ、うん、だから自分から行きながらカウンターを取るようなボクシングになったなと思うんです。なるほど。その経営のその目はごまかせません、うん、でも僕そう思ったんですじゃあ、真剣に話したんですけどそう思ったんですわ、うん、なんか自分からこうカウンターを取りに行くスタイルになってるなっていう。なるほど、なるほど。 そういうのがめっちゃ見えますね。引き出しがすごく多くなったんだね。すごいなと思います、うん、それ自分から攻めてそれに対して打ち返してくるのにカウンターに行くみたいな。そうですね。おー、万能です。すごい高度な技術ですよね。すごいことですよ、それは。目がよくないとできないですよね。うん、できないですよね。目がいいですし、勘もいいですし、勇気もありますね、やっぱり、度胸か。まあでも、やっぱり世界ね、取ってほしいなと思います、これだけ。じゃあ兄弟で世界じゃん、うん、それすごいですわ。まあ、次の試合が世界になるのか、まあ、もう一戦挟むのか、あ、まあ、分かりませんが、マッチメイクのあれでね、分かりませんけど。まあ、他の団体狙ってもやっぱりね、結構名チャンピオンが多いこのスーパーフェザー級なんでね、ぜひ君臨してもらいたいなとは思います。はい、はい、さあ、ケイスさん、わしよいしょ。今日もお後はそろそろよろしいんじゃないですか。いい感じですか。ねえ、いい感じですか全然今日ちょっと言わないずっと、そうずっと、ずっと変わってるもんやいや、そういうノリかなと思ってはい、今日はね、はい、でも 番組のスタートはティム君だったんですが、後半 M ゾコシ君みたいな。どっちでもいい。どっちでもいい。言いにくい。M ゾコシやばいっすね。やばいっすね。はい。すみません。今日は本当にお忙しい中ね、トム選手もお越しいただきありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまた、皆さんにね、こういう試合を感想ね、述べる機会を作りたいと思いますので、また会場でこういうね、今回みたいなレポートをいろいろね、あげられるといいですね。はい。うん、また、ケイさん、ぜひ、そういう時、ご協力いただけるとありがたいです。ガンガン上げていきます。はい。はい、今日お忙しいとこ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも 3B チャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。マシ。よいしょ。はい、ケイスから3つのお願いがあるんです、はい、1つ目は、マイトさんお願いします。チャンネル登録と友達を紹介してくださいお願いします。何人紹介するとケイスさんからサインがプレゼントされますでもいらない。2つ目は、ケイ君、声ちっちゃい。その、ケイさんの雰囲気なんで、スリービーチャンネルを応援していただけたらと、ケイさんが喜んで、よろしくお願いします。まあ、いい意味ですね。で、3つ目は、彼女募集中です。よろしくお願いします。いやいや、別に自分だけやる。違いますね、ちょっと。コメントをぜひお願いします。お一人一人必ず返しますので、ぜひお願いします。アンチ問わずお願いします。はい、アンチも待ってるぜ。お願いします。